はい、今回はリクエストいただきました。こんな感じの画面の奥に向かって通り抜けていく表現の作り方をご紹介していきます。まず素材用のコンポジションを作成します。コンポジション新規 P01 としてフル HD10 秒のコンポジションを作成します。まず分かりやすいように平面のカラーで進めていきます。レイヤー新規平面で赤い平面を作成します。次に作業用のコンポジションを作成します。コンポジション新規カット01として同じくフル HD のコンポジションを作成します。このカット01に素材用のコンポジション P01 を配置、長方形ツールでシェイプを書きます。コントロールとシフトを押すことで正方形を書きます。そして整列で真ん中に配置、アンカーポイントツールでアンカーポイントを真ん中に移動、コントロールを押すことで真ん中に吸着します。このシェイプと素材用のコンポジション P01 がセットになりますので色を揃えておきます。そして P01 のトラックマットをアルファ反転マットに設定すると、このシェイプの形で切り抜くことができました。これが一つ目の素材となります。そしてこの素材のコンポジション、今回は写真5枚で行いますので、この P01 をコントロール D で複製しておきます。コントロール D、コントロール 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 D、これで素材用のコンポジションが5つできました。わかりやすいように P02 色を変えておきます。レイヤー平面設定でカラーを変更、同じく P03 を開いてカラーを変更、04、最後に05。これで5つの素材コンボができました。これをさらに配置していきます。今配置している1枚目の素材ですね、この2つのセットをコントロール D で複製します。そして下に移動して色を変更、この P01 を P02 のコンポジションに差し替えます。プロジェクトパネルとタイムラインで差し替える素材を選択します。この状態でコントロールオルトスラッシュを押すと、ここが P02 に入れ替わりました。そしてすべて 3D レイヤーにチェックを入れます。2つ目のセットを選択し P を押して1を後ろにずらします。線するとこんな感じで少しずれた表現となります。この作業を繰り返します。2つ選択してコントロール D で複製、下に移動して色を変更、 P を押して線後ろに移動、2線ですね。そして素材を入れ替え、 P03 を選択してタイムラインを選択してコントロールオルトスラッシュ、こんな感じですね。コントロール D で複製、移動、色変更、 P1 をプラス線、3000、素材を入れ替え、最後の1枚も設定していきます。4000、そして最後の画像は切り抜く必要がありませんので、トラックマットを解除してシェイプを削除しておきます。これで素材の配置が完了しました。次にカメラを作成します。レイヤー新規カメラ、さらにレイヤー新規ヌルを配置します。ヌルを 3D レイヤーにチェックし、カメラの親に設定します。そしてヌルで P を押して位置を表示させます。キーフレームを設定、時間を進めて Z 軸の数値を上げていきます。シフトを押しながら上げるとグッと進めることができます。そして最後の5枚目がちょうど表示されるぐらいまで進めます。すると
画面の奥に向かって通り抜けていくような表現となります。こんな感じですね。そして1枚目のシェイプ S を押してスケールを開きます。時間を少し進めて決め位置のキーフレームを打っておきます。そして0秒の時にスケール0すると、こんな感じで開く表現ですね。キーを選択し F9 でイーズをつけておきます。そしてカメラの動きはこのシェイプが開いたところからスタートするようにドラッグで移動しておきます。さらにこちらにも F9 でイーズすると、開いてカメラが奥に進んでいくといった感じとなります。ちょっと遅いですかね。もう少し早くてもいいですね。キーフレームを詰めます。これで基本的なアニメーションの設定はできましたので、素材を差し替えていきます。まずコンポジションを整理しておきます。新規フォルダーコンポとしてコンポジションをフォルダにまとめておきます。次に素材用のフォルダですね、ピックとして、素材を読み込みます。これらをそれぞれのコンポジションに配置していきます。 P011枚目の画像を配置、右クリックトランスフォーム、コンポジション高さに合わせる、この場合は横ですね、コンポジションの幅に合わせる、 P2 コンポジションの高さに合わせる、 P03 も同じく、5枚とも配置していきます。すると感じの表現となります。この2枚目は人の顔が切れてしまうのでちょっとずらした方がいいですね。スケール大きくして少し左上に移動、こんな感じですね。これで完成です。こんな感じで通り抜けていく表現を作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。